皆様こんにちは。今回はチットチャットやっていきたいと思います。で、じゃあ次はこれ使います。質問で、鼻周りはテカりやすいんですけど、あとどこだったかな、口周りは乾燥しちゃうので何の下地を使ったらいいですかって質問いただいたんですけど、その部分部分によって使い分けるといいと思います。そのテカりやすいところにはテカりにくい下地をつけて、で乾燥しちゃうところには保湿系の下地をつけて、肌の状態を均一にすると崩れにくくなると思うので、ぜひやってみてください。でこのメイベリン使います。これ使います。マットのライトフルシーファンデーションの NC37。で、アイブロウはこれ使います。ダイソン。もう最近暑すぎてやばいですね。でも私すごく代謝が悪くて、なんか岩盤浴とか行っても最初の30分とか、あの過ごしやすい岩盤浴ってあるじゃないですか。あの暑すぎなくって、ずっといればじんわり暖かい、暑いみたいなのところによく入るんですけど、そこに入ると全然汗かかなくて、1時間とか、まあ、30分、調子いい時は30分ぐらいでじわじわ汗は出てくるんですけど、本当に遅くて汗が出てくるのが。なのでちょっと代謝がいい人の方がやっぱり健康だし、ダイエットとかもいいので、私すごいお茶が好きで、毎日毎日お茶をめちゃくちゃ飲むんですけど、なんか水分はやっぱ取れるのでいいと思うんですけど、それを水に変えるともっといいのかなと思って、水に変えようかなっていうのを思います思ってます。はい、水をたくさん飲むと、人間、車でいうガソリンみたいなものらしくて、その脂肪燃焼とかそういうのをもっともっと促してくれるのが水らしいです。まあ確かにたっぷり水を取ればその分汗として出てくるかもしれないし、これ使います。それはあるなと思って、ちょっと水に変えようと思います。でもほんとお茶好きなので、変えるとき大変です。ハワイとか、あの海外にいるときはもう水しか飲まないんですけど、逆にお茶高いので、バカみたいに高いじゃないですか。なんか1本300円、 500ml で300円とか400円とか、2リットル買おうとすると800円とかするんで、いつも水なんですけど、まあ確かになぁと思って、ハワイにいるときは結構汗かいてるかもしれないなと思って、今変えようと企んでます。超どうでもいい話なんですけど。で、マックのアイシャドウメインます。この大好きなカジノ、もうないカジノをまたハイホール全体にのせます。で下にも入れます。でちょっと指でぼかします。で、最近ハマってる、急に最近ハマってる食べ物が、釜焼きプリンだっけ、あのファミマで売ってるプリンなんですけど、まあ一時期なくなっちゃって、でその代わりに、あのモロゾフの生クリーム入りプリンみたいな
通のプリンじゃなくて生クリーム入りみたいなやつを頼ん買ってて、それもちょっと結構味が似てるんですよ。まあそのモロゾフの方がもっと柔らかくてちょっととろけちゃうみたいな、トロトロしてる感じなんですけど、でもそれで味が似てるので好きなんで買ってたんですけど、やっぱりモロゾフの方が1個300円とか大きい方はするので、どうしても食べたい時とかにそれを買って、でしかもそんなにコンビニみたいにどこら辺どこにでもあるわけじゃないので全然買えなくってって感じだった時に、復活って見て買いに行って、このレトロスペックを眉下の間に入れます。はい、それで買いに行って今めっちゃハマってます。で私あとまあ最近ハマってるわけじゃないんですけど、ずっとトモヤンくん、カップヌードルのトモヤンくん味が大好きで、それを結構食べてます、季節問わず。あ、でこの間家庭菜園のあのゆるゆる動画でパクチー育ててるって言ったと思うんですけど、パクチーをまあもうあの状態で結構なってたんですよ。だから取って蒸してこのムルシュを目の際に入れます。蒸してトムヤンくんにさらに入れてったらもうなくなっちゃって、はい、私のパクチーちゃんは終わりを迎えました。あれって結構生えてくるものなんですかね。でトマトとナスと、なんだっけ、魚爪か唐辛子かわかんないやつと、あとシソも今やってるんですけど、ナスももう少しで実がなりそうです。でトマトも3つ、プチトマトも3つポンポンポンって実が、緑色のちっちゃい実ができて、めっちゃテンション上がってで、キャンメイククイックラッシュから塗ります。で、その間にシェーディングで、これ使います。これ使います。最近5月になって運動会の声がします。めっちゃ音が、小学校からなんかあのパンってやつと、なんか拡声器で先生が言ってるのが聞こえます。そういうの聞くとあいいなって思うんですけど、私小学校の時めっちゃ運動会嫌いで、あの小学生の時本当に何より目立つのが嫌いで、で背が私ずっとちっちゃいんですよ。小学校1年生の時は100センチぐらい、104センチ、すごい覚えてるんですけど104センチあって、でなのですごいちっちゃいのでずっと一番前なんですよ。だから一番前って何しても目立つ、使いますじゃないですか。それで一番前の人ってついていかなきゃいけないというか、その更新するとかを覚えなきゃいけないんですよね。次はここに行かなきゃいけないみたいなのをすごい覚えなきゃいけなくって、で間違えるとすんごい怒られるので思い出が本当に嫌で、毎年毎年その運動会の練習期間に入った時憂鬱でしたね。そう考えると一番前の人の負担ってでかすぎじゃないですか。だって覚えなきゃいけないし、
引っ張っていくっていうか誘導しなきゃいけないし、なんかあるとプラカード持たされるし、すんごい嫌です。で、適当引きます。小学生の時はピークで嫌だったんですけど、中学、高校は体育祭すごく楽しかった記憶があります。これ使います。雑談多めのチットチャットだったんですけど、こんな感じで終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。